そうだな。嘆願も通らず、これからのことも決まらないならば、俺の話でも聞いてみてはどうだ。てめえは暁、こうして会うのは初めてだったかな。その仮面は暁を操ってんの、面をした男だって四代目が教えてくれた。お前が暁を操る黒幕、あの内葉マダラだというのか。ほう、そこまで知っているとは。これは少々驚いたぞ。四代目が教えてくれたんだ。一番悪いのはお前だってな。四代目波風湊か。マダラ、あなたは遥か昔初代火影によって倒されたはず。それはお前たちの勝手な思い込みだ。現に俺は生き延び、今ここにいる。そんな、そのマダラがナルトに一体何のようだ。お前一人で九尾を取れるとでも思っているのか。今の俺にその気はないよ。ただ渦巻ナルトと話をしに来ただけだ。話だと。ペイン長門を裏切らせたものは何なのか。ナルト、お前に興味ができた。そんなことはどうだっていい。それよりもサスケのことを教えろ。あいつは今暁にいるんだろ。サスケね、確かにあいつは今暁が預かり、そして思うがまま動いてもらっている。お前がサスケを騙しやがったのか。さてな。てめえ来るか、ちょうどいい。ペインを倒した力を確認するいい機会だ。さあ俺に示せ、木ノ葉の英雄の実力を。戦闘開始。英雄は渦巻きになる。油断は禁物だぞ。もちろん分かってる。思った以上の実力を持っているようだ。ここまで俺を追い詰めるか。こっちに攻めてる。終わりだな。最も使いもいるようで、相手に落としている。守ってみせるよ。それじゃ本気を出しちゃいねえ。なるほど、お前の力確かに侮れんな。サスケを返せ。お前がいくらサスケのことを吠えたとしても、奴はもう木ノ葉に戻ることはない。なんだと。サスケは真実を知った。真実を知った今、奴は光に目を向けはしない。こいつ何を。そうだな、サスケのことを語るにはまずお前たちにイタチの真実を教えねばならない。イタチの真実だと。聞くがいい。木ノ葉にとって憎悪の対象でありながら、誰よりも木ノ葉を、そして弟を愛した男、内葉イタチの真実を。嘘だ、そんなのデタラメだ。そんな、まさか。嘘ではない、これこそ内葉イタチの真実。奴はサスケのため、木ノ葉のために死んだ。
どういうことだ。それがもし真実だとして、それを知ったサスケはなぜ木の葉に戻ってこない。サスケの死としてサスケの本心を分かっているつもりだろうが、とんだお門違いだ。本物だ。本物の復讐者だよ、彼は。なんでだってばよ。なんであいつが。どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。仕方ないのさ。それが血塗られた内派の憎しみの運命。遥か昔、忍びの祖陸道仙人の時代から続く憎しみの呪いなのだからな。憎しみ、呪いだと。かつて陸道仙人には二人の子供がいた。共に修行し共に成長した二人だったが、彼らの平和に対する思想は二つに分かれた。兄は平和には力が必要だと悟り、弟は平和には愛が必要だと悟る。そして陸道仙人の後継者を選ぶ際、仙人は愛を求めた弟を指名したのだ。争いを仕掛けた。時が経ち、血が薄れても二人の子孫は争い続けた。兄の子孫は後に内派と呼ばれ、弟の子孫は後に千住と呼ばれるようになる。千住、つまりは初代火影の一族か。そうだ。俺は初代火影である千住柱間と幾度も幾度も拳を合わせた。渦巻きなると、お前の中にはあの千住の火の意志が宿っているのが分かる。千住と内派、火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ、お前たち二人は運命に選ばれた次の二人になるだろう。サスケは内派の憎しみを全て背負い、その憎しみの呪いを世界へぶつけるつもりだ。最も強い武器であり、友であり、力である憎しみ、それがサスケの人道なのだ。お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、内派の存在をサスケに証明させるためにな。サスケはお前のおもちゃじゃねえ。勝手なこと言ってんな。くだらないその証明が目的なら、なぜ美獣を集める。お前の目的は一体何だ。何が望みなんだ。そうだな、強いて言うなら完全体になることか。どういうことだ。お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話楽しかったよ。じゃあな。先輩、